ナイジェル・ケネディは、イングランドのバイオリニスト、ビオラ奏者。ブライトンで母と祖母が、ピアノ教師という音楽一家に生まれる。はじめに、ピアノ、さらにバイオリンを習い、7歳の時から、メニューインが主催する、音楽学校で学ぶようになる。10歳の時、学校にジャズバイオリンの巨匠、ステファン・グラッペリが来訪し、当時の担任の推薦で、 グラッペリと個別指導、共演する機会を得ている。15歳の時に渡米、ジュリアード音楽院で名教師として知られる、ドロシー・ディレイに指示したものの、自伝の中でこの種のアカデミックな教育と肌が合わなかったことを告白している。1977年に、リッカルド・ムーティ式フィルハーモニア還元楽団との共演で、プロデビューを果たす。ロンドン公演当日の朝、 演尾服をニューヨークに忘れてきたことに気づき、古着姿で演奏した。この出来事をきっかけとして、1980年代頃から演尾服を着なくなり、パンクファッションや平服をステージ衣装として用い続けている。1984年には、バーノン・ハンドリー式ロンドンフィルハーモニー管弦楽団と共演したエルガーのバイオリン競争曲の CD が、 グラモフォン氏のベストレコードオブザイヤーに選出された。1989年に発売されたビバルディの式の CD はクラシックのヒットチャートでは1位、ポップスまで含めたヒットチャートで6位となり、クラシック楽団以外の場でもその名が広く知られることになる。この式でクラシック作品として史上最高の売り上げを達成したとギネスブックに認定された。 演奏活動は、この頃から、ポップミュージシャンとの共演、ジャズや、ジミ・ヘンドリックス作品をフィーチャーしたアルバムの発売、自身のコンサートを、ギグと称するなど、音楽ジャンル間のクロスオーバー的、音楽思想家的な色彩を濃厚に帯び始める。そんな中、1992年に、突然の引退生命を発して楽団から姿を消すも、5年後には、 復帰を果たす。5年の沈黙を破った後の1997年、ロイヤルフェスティバルホールでの復帰コンサートは、英国総選挙の選挙運動期間中に行われたにもかかわらず、ケネディ復帰のニュースとして、全国紙の第一面を飾った。ザ・タイムズで評論家は、私の人生の中で、これほど大胆で心を高揚させるようなものを生み出した。 英国人バイオリニストはたった一人だけだ。ケネディの新たな成熟ぶりについては、作品が要求する、驚異的スタイル上の意向をやってのけられる、バイオリニストは、世界中に、彼の他にいないと断言した。デイリー・テレグラフは、ケネディは100万人に一人のバイオリニストだという、事実を、改めて思い知らせてくれたと述べた。2002年からはポーランド室内管弦楽団の、 芸術監督に就任。このポストは、かつての恩師メニューインがかつて務めていたものである。シベリウスの、競争曲、2回目の録音となるエルガーの、競争曲では、サイモンラトルと共演した。最近のアルバム、式ビバルディニュには、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団のほか日本のリューと、バロックギター奏者、竹内太郎が参加している。 2005年、ビバルディには、ベルリンフィルと共に、ドイツのエコープライジス、オーストリアのクラシックアマデウスプライズを受賞。2006年、所属レーベル EMI のグループレーベルである、ブルーノートヨーロッパの提案で、ロン・カーター、ジャック・ディ・ジョネットらと共に、初のジャズリーダー作、ブルーノートセッショインズを発売。ケニー・バレルや、デューク・ピア・ソンらの曲と共に自作曲にも挑戦。 ジャズの作曲にも優れた才能があることを発揮し、話題となると同時にジャズファンからも好感を得る。この時のツアーでは、国際的には、無名と言えるポーランドのジャズミュージシャンたちとコインボを編成し、ブルーノート東京での来日公演も行った。ありがとうございます。